近いでは、お婿さんいただきます。うまそう。まずはそのまま、うまし、ふわふわ完食しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、お婿さん食べてきました。美味しかったです。あらいっぺー。桜が見えてまいりました。ここは博多駅 JR 線路沿いの東陵公園でございます。あー、すごい綺麗。まあね、もうだいぶ葉桜ですが、結構お花見してる人たちもいる。すごいね。やめて、近すぎるんですよ。暑い、暑いね。おっとくん暑くなったようです。 T シャツですね。もちろんこの下にはヒートテックが入ってます。はい、東陵公園を抜けまして、またもや桜。今日どこに行くでしょう。どこに行くんですか。どこに行くんでしょう。今から4キロぐらい歩くかも。あ、かもなの。心折れそうやん、もうそれ。わー、綺麗やね。うお、え、それ嬉しい。綺麗だね、おとくん。お、これぞ桜並木やわ。うわ、すごい。桜を撮ろうとしております。それ何を、何をあれですか、何をどうしたらいいんですか。もういい、それは編集技術で何とかしてください。何とかできるかな。できるだろう。もうこっち向かないでよ、隠すのがめんどくさいんだから。はい、こう曲がるとですね、ちょっと高架下っぽいんですが、ここにも桜が。綺麗、すごいね。結構葉っぱがね、あ、結構葉桜や。葉桜っていうか葉や。パナソニック、綺麗やん。あっちの方がまだチューリップ咲いとんね。あ、本当に綺麗。さあ、いよいよ中川の桜通りを歩きたいと思います。ちょっと引きだとこの画面越しにはあれかもしれんけど、めっちゃ綺麗だよね、肉眼で見ると。ちょっと降りてみようと思います。人がたくさんいます。こんな感じで歩きながら桜を楽しめます。中川沿いおすすめです。釣りするってこと。あ、ごめん、撮ってなかった。来たようです。釣れたのか、逃げられた。はい、何でしょうか。いや、あの、近づかないでいいんですよ。何でしょう。もうやめて。まだまだ桜咲いております。そしてまだまだ歩きます。まだまだですよね。まあ、でも気持ちいいね。そうだね。うん。はい、今日も絶好調。びっくりした。あ、びっくりしたね。ここもすごいね。どうだったっけ、あの、サプラサイチルなんちゃらかしらだった。ケツメイシ。
マラソンをさ、走ってる時にさ、YouTube ミュージック聴いてたらさ、それが時々流れてくる。いや、あれいい曲だよね。ケツメイシの中で一番好きかもしれん。さあ、ここからちょっとアスファルトの道へ戻りたいと思います。暑いよ。暑いね。見えてきました、ララポート。いや、歩いたね。歩いたね。じゃあちょっとブラッとしてお茶でもして、お茶でもしよう。はい、行ってきまーす。はーい。はい。アイスクリーム入り。アイス。ちょっと食べたい。美味しい。でもアイスコーヒーのコーヒー感がなくなってしまう。バラバラでもらえばよかった。でもそういうこと。アイスが食べたかった、うん、はい、買い物を終えて今からチャリチャリで帰ります。あ、何か買ったんですね。あ、見せてくれるようです。おー、イエーイ。もう10年続いているスタン・スミス。ここにはこの新しいバンで、あ、ジーパンをね、全く変わらない、はい、このスタイル、はい、夫くんのスタイルでございます。よし、帰ろう。残ってるかな。ただいま早いね。ただいまー。怒ってるね。わーんだって。ただいまー。怒ってるよ。怒ってるの？ちょっと手洗いうがいしたら。うん。はい。はい、留守番ありがとうねー。わちゃわちゃ。